日通信機種元ですよ。はい、お疲れ様です。はい。だから冒頭のその発表とかに関して1問だけお伺いしたいと思います。この事業による利用者数の見込み数とですね、ちょっと合わせてですね、改めてですね、意気込み、目的を伺えればと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。テクテクライフのユーザーは全国で5万人おられます。観光ツールとして活用していただいている方も多くおられますので、まあ、ぜひその5万人のユーザーの方にもですね、できるだけ多くご利用いただきたいというふうに考えています。テクテクライフ2ヶ月間これまで第一弾させていただいてますけど、2000人程度がご利用いただいていると伺ってますので、まあ、ぜひ多くの方にご活用いただきたいというふうに考えています。神戸新聞の木村です。よろしくお願いします。14日にあった自民党の兵庫県県大会で末松信介県連会長が配当事に対して大きな正しい決断をしていただきたいとして辞職も含めた政治判断を求められるという発言がありました。改めて伺いますが、配当事ご自身の進退について今のお考えを聞かせてください。はい、私は大会には直接お伺いしてないので、お話自体は報道等で拝見しております。前回の選挙で大きなご支援を受けました末松先生、敬愛させていただいております。ご指摘は真摯に受け止めさせていただきたいというふうに考えています。一方で、前回の選挙で多くのご負託を私自身もいただきました。コロナ後の新しい兵庫県に向けてより良い県政を目指していくということが私の責任だというふうに考えています。今後百条委員会第三者委員会などを通じて今回の問題の調査への対応をしっかりと行っていくと、そして反省すべきところを改めるべきところを改めていくということが大事だと思っています。その上で前回から何度も繰り返し申し上げておりますが、県職員との信頼関係を再構築し県政を立て直していくということ、これは時間がかかることかもしれません。そして道は険しいかもしれませんけれども、前に進めていくことが私の県民の皆さんに対する知事としての責任の果たし方だというふうに考えています。末松会長は県連大会の後の会見でも次期衆院選で解雇事業を推薦する可能性について問われて、前回と同じような形は極めて厳しい、そして次回の推薦は厳しいというようなお答えをされました。3年前の知事選で解雇事業を推薦した政党から辞職も含めた対応を促されてということですが、その受け止めも含めて伺えますか。直接会見を拝見してませんので、コメントをどういうふうにすればいいかというのは少し考えるところがありますけれども、末松先生のご指摘というものは、ご指摘のものがあれば真摯に受け止めたいというふうに考えます。自民党の皆様にはこれまで約3年間の県政運営においても大変予算成立や条例にも向けても大きなご支援お力添えいただいています。これは国会議員の先生の皆様にも自民党の先生にもさまざまなお力添え、そしてご指導いただいたと、そして県政運営にもインフラの整備だったり、いろんなところでのご指導、お力添えいただいたことは、今でも、これからも改めて御礼を申し上げたいというふうに考えています。今、知事がおっしゃられたように、これまでいろんな条例予算成立に力をしてきたという自民党から、事実上の自主要請のようなものがあり、そして県職員労働組合、片山副知事からも同じように辞職した方がいいんじゃないかというような、要請があったかと思うんですけれども、でこういう状況になって、なお、知事はやはり、職員や議会と一緒に県政を進めていくということを表明されているかと思うんですけれども、それは具体的にどのようにやっていかれるのか、本当にそれで県政運営をやっていけるのかというのをお願いします。はい、この点は先般の、会見でも繰り返し申し上げていることになりますので、そこは繰り返しというご指摘は受け止めますけれども、やはり、私自身は約3年前に
大きな県政を進めてほしいというご負託を受けましたので、現在は文書問題の中で大変このような状況になっているということは県民の皆様含めて大変申し訳ないというふうに思ってますけども、やはり、現下の状況でも県政を一つ一つ前に進めていくと、仕事を進めていくということが私の責務だと思っています。これは県職員の皆様とも一つ一つの日々の仕事をやっていくということが大事だと思いますし、これから県議会の皆さんとも9月議会はじめ議会定例会などを含めて一つ一つの仕事を当局として進めていくと、そこに議論をしながら県政運営を進めていくための最大限の努力をしていくということが私の責務だと思います。確かに時間はかかるかもしれませんし、道は大変厳しいかもしれませんけども、それでも一つ一つ前に進めていくということが私の大きな責任だというふうに思っています。それをするために私が努力すべきだということです。冒頭の質問で知事はこれから削除委員会第三者機関の調査への対応をしっかりしているというふうにおっしゃいましたが、その削除委員会や第三者機関の調査で何かしら内部調査では認められなかったような事実認定、パワハラであるとか何らかの疑惑が事実認定されたという場合には、何かまた審査についてですか、責任の取り方も検討されるということでしょうか。これから第三者委員会、削除委員会が進んでいきます。私としてはこれまでの私自身の考え、そして考え方を述べさせていただくということです。その上で今後どのように結果に出るかというのは現時点では大変申し訳ないですけど、仮定の状況ですので、まずはしっかりと調査に対応していくということが私の対応かというふうに思います。先週金曜日に議会事務局に対して元西原県民局長のご遺族の方から、元局長さんがその19日の証人尋問に向けて準備していたという陳述書と、都知事の発言を記録したという音声データが提出されていたということです。でこの音声の内容というのが、西原地域にあった会議で上郡町の特産品のワインについて知事が飛んでみたい、折り見てお願いしますなどとおっしゃった記録だというふうに聞いているんですけれども、知事ご自身はそういう発言を実際になさったという記憶はございますか。そして発言された場合、その意図は何だったのかお願いします。その件については現在報道等で出ております。私自身も詳細を承知しておりませんので、現時点でそれに対して自分の記憶とかそういったものが回答できないという状況です。これはもちろん詳細が今後分かり次第、しかるべきはしっかりと回答していくということは考えています。なぜか上郡町の特産品のワインを西原まであった会議で何かそういう場面があったということも含めて記憶にはない。そうですね、どういった場面の話なのかという詳細をまだ承知していないので、ここはこれから詳細が分かり次第、しかるべき場で回答させていただくというのが今日の時点でのコメントということはご理解いただきたいと思います。実際にここ数年で上郡町産のワインが知事の元に送られたというような事実はありますか。そこは現時点では承知をしていませんが、そこも含めて、詳細が分かり次第回答させていただくという形になると思います。ありがとうございます。 NHK の村と申します。はい、先ほど神戸新聞さんからご質問があったものに関連するんですけども、県連大会で末松会長の方が知事には大きな正しい決断をしていただきたいという質問に対してですね、先ほど知事の方からはご指摘は真摯に受け止めるとご発言がありました。ただ一方でこれは指摘やですね、批判ではなくて、3年前知事選で、知事を支援した自民党からのですね、ある種辞職勧告だったりとか決別宣言といったものではないのかなというふうに私は思うんですけども、指摘は真摯に受け止めるというものではなくてですね、その発言についての知事の思いをお聞かせください。そうですね、
私自身は直接お伺いしてないので、その真意とかそういったところについてのお答えを正確にできるという立場ではないんです。その上で報道等でと今の質問をお伺いしてますけども、そこは3年前に、ご支援をいただいた自民党の、兵庫県の会長ですから、そういった言葉というのは大変重いというふうに受け止めています。ただ私としてはやはりこれまで通り、県政を前に進めていくということが私の責務だと考えてますので、一つ一つの仕事を毎日積み重ねていくということを続けたいというふうに考えています。これも関連なんですけども、それこそ、知事選で支援を受けた自民党さんの方からもこういった声が上がったり、片山副知事も辞任をされました。で、職労の方からも、ある種事実上の辞職勧告というものを出されました。知事は先週それより前からの市会見でもですね、職員との信頼関係を再構築、そのためにコミュニケーションを図っていくということをすごく強調されてきますけども、改めてこの1週間たちですね、この難局というものを、いかにどう乗り越えていくかというところを具体的に何か新たな策として知事としてお考え何かありますでしょうか。はい、これも前回の会見などでも何度も申し上げてて大変申し訳ないんですけども、やはり何か一つの大きな展開を打開する妙案というものは難しいと思っています。何かこの方法をすれば局面が大きく打開されるとか一気に物事が進むということはないと考えています。大事なのは繰り返し申し上げてて申し訳ないんですけども、やっぱり日々の仕事をしっかりやっていくということです。昨日の、関西の3空港懇話会でもやはり神戸空港の国際化含めて大きな一歩が生み出されました。これは本当に県政、そして、これは神戸市さん含めた、淡路市の関係者も含めた大きなご尽力の成果だと思ってますけども、現下の状況でもそういった県政の大きなポイントである空港問題含めて着実に一歩ずつ進んでいますので、そういった形で万博の関連事業、それから若者 Z 世代施策を含めて道は乗りは困難なところあるかもしれないですけども、時間をかけてやるべきことをきちっとやっていくと、そして一つずつ成果を着実に出していくように努力していくことが私の責任だと考えています。ありがとうございます。読売新聞の北川です。はい、ちょっと先ほどの質問にも重複する部分はあるんですけれども、県職労の片山副知事、自民の末松会長が相次いで多くの関係者から辞職要求をされている中で、それでも真摯に受け止めると話されていますが、何を真摯に受け止めていらっしゃるんでしょうか。はい、ありがとうございます。県政運営を、今文書問題で、大変厳しい局面状況にあるということです。これは県民の皆さんに大変申し訳ないと思っています。そんな中で片山副知事含めてこの対応についてさまざまな対応の仕方があるということだと思います。それを私自身も受け止めるということです。ただ私としてはやはり私の政治家としての責任の果たし方というものは大変困難な状況、そして時間はかかるかもしれないんですけど、やはり県政を前に進めていくために最大限努力していくということが私の責任ですので、そこを果たしていきたいと、その中でいろんなご意見、そしてこうすべきだという声があるということは真摯に受け止めさせていただくということも私の責任だと思います。真摯に受け止められているということは、実質的に辞職要求というのをされていると思うんですけども、選択肢の一つとして責任の果たし方の中で辞職もあると考えてよろしいでしょうか。私としてはやはり日々の仕事、そして県政を前に進めていくために全力で取り組んでいくことが私の責任の取り方だというふうに。全くそれだと真摯に受け止めているというか、全くその選択肢はないということなんです。私としてはやはり大事なのは大変厳しい状況はありますけども、やはり県政を前に進めていく、そして私自身が大変時間がかかったり
道は険しいかもしれないですけど、日々の仕事を全力でやらせていただくことが私が進むべき道だというふうに考えています。道は険しいとか時間はかかるっていうのは、これまで私もずっと会見をさせてもらって2ヶ月以上同じような回答されていると思うんですけども、それはその他に出てくる言葉っていうのはないんですか、市として。はい、ご指摘は受け止めますけども、やはり私がやるべきことっていうのは、やはりポイントはやはりそこだと考えてますので、これは本当に繰り返しになってしまうというご指摘は本当に受け止めたいと思いますけども、私自身が日々の仕事をきちっとやっていくことが責任の取り方だというふうに考えているということは、繰り返しになってて大変申し訳ないんですけど、ご理解いただきたい、ご理解いただけるように、私自身も県民の皆さんに仕事で前に進めていくことで責任を果たしていきたいというふうに考えています。その言葉自体は知事ご自身が考えられているんですか、それとも作られた資料を読まれているんですか。私自身が心の中からこうしたいということをこの場でも伝えさせていただいています。その状況が変わっていても同じ答弁を繰り返されているのには何か理由があるんですか。ご指摘は本当にごもっともな点もありますけども、やはり政治家として一つの考え方をしっかり私の中で信念として持たせていただくことが私の取るべき一つの責任の果たし方だと思います。これが私としてはやはり仕事を一つ一つ前に進めていくということです。分かりました。そしてもう一つ5月文書で記載の県立考古博物館で、疑惑がられたと思う、パワハラ疑惑が指摘されたと思うんですけども、それ以外に例えば私さんの文書で記載されたその、怒りに任せて机を叩いたなど職員を威嚇するような行為とかはしたことはないんですか。私としてはそういう行為をしたという認識はございません。あくまで業務上の必要な範囲で指導をさせていただいたということですね。これまでもそういったいわゆるその机を叩くとか世間から見てパワハラと疑われるようなことは一切されていないというふうな認識でよかったですか。さまざまなご指摘がありますけど、私としてはそういう認識はしてないです。ただこれは私としては業務上の必要な範囲で、指導させていただいたということですので、そこはこれから第三者委員会、白状委員会でいろんな調査が進められる中で、どのような評価がされていくのかということだと思いますけども、私自身としては、ここも繰り返しになりますけども、業務上の必要な範囲内での、指導をさせていただいたということです。そんな中でコミュニケーションが不足してたとか、もう少し感謝の気持ちとか、これも繰り返しなんて申し訳ないんですけども、感謝の気持ちとか信頼関係、そういったところを抱くべきだったというところについては反省はしています。その繰り返し申し訳ないということだと思うんですけども、540万人以上 の兵庫県民の方が、後ろに知事の後ろにいらっしゃると思うんですけども、で会見でも配信されていると思いますが、知事もそれで県民に伝わっていると思っていらっしゃるんでしょうか。私としては私が考えていること、そして私の思いを自分なりに誠心誠意伝えさせていただいているつもりですので、これが県民の皆さんに伝わってないという指摘はあるかもしれないですけど、私としては全力でこれからも伝えさせていただくように努力しますし、あとはやはり時間はかかるかもしれないですし、道は険しいかもしれないですけども、一つ一つの仕事政策を積み重ねていくことで県民の皆さんに理解いただけるようにしていきたいと考えています。最後にすみません、ワインの贈答疑惑についてなんですけども、知事は記憶にないということですが、2022年の11月の西播磨の地域づくり懇話会での出来事は参加したことは記憶にない。その問題はですね、私も詳細を承知してないので、この場で答
えるということが適切なのか、それとも詳細が分かり次第しかるべき場で回答させていただきたいというふうなことで、私としては先ほど申し上げました通り、詳細が分かり次第しかるべき場でしかるべきタイミングでしっかり回答させていただきたいと考えています。詳細が分かるというのはどういう状況で理解されますか？そこは私も報道等で、そういったものが出ているというふうに承知してますけども、どういった場でどういった場面かという詳細がまだ私としては認識できてませんので、その段階で何かコメントするということよりも、やはりきちっと詳細を把握して判明次第しかるべきタイミングで場で回答するということが大事だと考えています。わかりました。あと1点だけすみません、次の選択肢の中にこれだけ要求されていてもご辞職されるという責任の取り方はないということですが、今後もこれからもどういった場面でもそういった考えにはならないということなんでしょうか？はい、先ほど来質問あります通り、本当に厳しいご批判ご指摘があります。そして末松会長含めて、責任の取り方というご指摘は重く受け止めますけれども、私としてはやはり3年前に大きな負託を託された立場ですから、一つ一つの仕事をやはり懸命に努力していくということが私の責任だというような思いでいます。わかりました。ありがとうございます。読売テレビの小倉です。先ほどですね、明日の尼崎の公務についての、はい、知事の出席の取りやめが広報課から聞きつがありましたけれども、その取りやめの理由について伺ってもよろしいでしょうか？そうですね、明日尼崎の方の、子育て支援施設を視察させていただく予定でした一方で今回の文書問題に関しまして、県庁の方に多くの電話が寄せられています。その中には私自身に危害を加えるという内容もございます。安全性の確保の観点から尼崎市とも相談し、今回は総合的に判断して私自身の訪問を含めて注意シートをさせていただきました。具体的にどのような形でどのようなメッセージが届いているでしょうか？詳細は差し控えたいと思いますけれども、私の身に危害を加えるというようなメッセージが寄せられています。いつ頃からどのぐらい届いているかとか分かりますでしょうか？先週の、頃からそういった内容の電話が寄せられているというふうには承知していますけれども、詳細は件数とか私はちょっと承知してなくて申し訳ないです。私の記憶が間違いじゃないけど、先週も月曜日の公務を、確か予定していたもの3つ、取りやめていらっしゃると思いますけども、同様の理由でしょうか？月曜日の火曜日ですかね、火曜日ですね、はい、火曜日の公務につきましては前日にですね、元県民局長さんがお亡くなりになったことに対する会見もさせていただいた直後であることなどを踏まえて、総合的に、公務について一部対応を変更したということですね。今回はそこというよりもやはりこの間先ほど申し上げました通り、県庁の方に、多くの私に対する危害を加えることへの連絡が電話がありましたので、安全上の配慮の観点から、明日についてはまずは中止をさせていただいたということです。そのような脅迫というのはあってはならないと思うんですけども、実際その先週だったり、明日のようにですね、実際に県政を前に進めるという言葉とは裏腹に、県政が滞っているという状況がこの問題を通して生まれているかと思います。
片山副知事は、県政の停滞があってはならないということを挙げて辞職を表明されていますけれども、責任の取り方として辞職以外にもあるかと思うんですが、現状その知事の考えの中に責任の他の表し方っていうのを考えていらっしゃいますでしょうか。責任の果たし方は様々あると思いますけど、私としてはもうこれは繰り返しないと申し訳ないんですけど、日々の仕事をしっかりさせていただくということが責任だと思っています。でこれから百条委員会や第三者委員会への対応も自分ができる範囲でしっかりやらせていただくことも責任だと思います。それから業務については、私自身が出席や視察を取りやめるということは今はありますけども、例えば天ヶ崎の件で言いますと、子育て住宅促進地域の指定については、県と市で合同発表をするということをしますので、昨日の空港の話も含めてですけど、私自身が出席しなかったとしても、さまざまな施策は一つずつ前に進めているというふうには考えています。ありがとうございます。それと、もう一問だけ、ずっと、この問題を通してですね、県民の価格を受けているということで、一つ前に進めるんだという考えを、おっしゃっていますが、3年前の負託と、今の県民の考えというものをに対して、ズレが生じているのではないかというような、状況に今陥っているかと思います。改めて、県民に、支持を呼びかける意味でも、その選挙をするというお考えは全くございませんでしょうか。そこは考えてはいません。やはり私自身の大事なところは、今はやはり一つ一つの仕事を着実に前に進めていくということが私の責任の果たし方だと思います。3年前に多くのご負託をいただきました。そんな中で県民の皆さんからは県政を変えて着実に新しい時代に合わせて変えてほしいというご負託を受けましたので、それで3年間邁進してまいりました。今回の問題を受けて、そういった観点から県民の負託がどうなのかというご指摘だと思いますけれども、それでもなお私自身は当時応援していただいた負託いただいた方に対する責任の果たし方として、私自身は毎日の業務一つ一つ果たしていくことが自分の応援していただいてご負託いただいた方への責任の果たし方だというふうに考えています。ありがとうございます。NHK の鶴本です。今された質問への回答への予測的な質問です。その中で明日っていうことがあったんで、実は明日って答えられたと思うんですが、この天ヶ崎の件は今日午後4時からの件が急遽先ほど正午ぐらいの時点で私たちに知らされました。何か県民からのそういった何か危害を加えるという人があったということを原因として挙げられましたけれども、これを例として急遽知事が現場に行かれることが取りやめになるということは、一つ一つ仕事を着実に前に進めることができていないことの表れではないと思うかと思うのですが、一つ一つ果たしていけていないこの現状の中で果たしていきたいとおっしゃる、これ本当にできるかどうか改めて今思いを聞かせてください。はい、私の思いとしては、一つ一つの仕事を前に進めていく行かなければならないという思いです。これは先ほど読売テレビさんの質問にもありました通り、質問にも答えました通り、やっぱり大きな県民の皆さんからのご負託を受けた立場ですから、県政を進めていくことが私の責務です。確かに今回はすみません、明日じゃなくて本日16時だった件はお詫び申し上げたいと思います。急遽の点については、やはり安全確保の観点からそういった対応をさせていただいたという点はご理解いただきたいと思います。ただ子育て住宅促進区域の県内初めての指定については着実に進めています。本日市役所において県市合同で発表させていただきますので、視察自体は
私が行くことを含めて中止とさせていただいてますけれども、それでも大事な施策としては着実に進んでますので、そこは県政が一歩一歩進んでいるということでご理解いただきたいというふうに考えています。これ一つについても視察は中止したという、それでも進めているとおっしゃいますけれども、今後こういうことが積み重なってですね、知事ご自身がどこかに行かなくても代理の方が行けばいいということが重なると、知事でなくてもいいんじゃないかという声が上がると思いますが、それはどうお考えですか？大事なのは、私が出席する出席しないにもかかわらず、一つ一つの行事やイベント、そして事業を施策を進めていくことだと考えてますので、そこはいろんなご指摘が真摯に受け止めますけども、大事なのは施策を着実に実行していくために努力をしていくことだというふうに考えています。